ルナさんしかいないですよ、あのどう検索しても多分あの、うん、聞いてくださってる視聴者の皆さん、はい、おっぱいアートって何って思われると思うんですが、あの母乳アートというアートを4年間やりまして、はい、私2人子供がいるんですけれども、うん、2人目を産んだ時にあのすごいたくさん母乳が出て、うん、でおっぱいを子供にあげている時間というのは地球と一体となったとってもなんか素晴らしい時間なんですよね。この命は地球とつながってるんだという感覚を多くの人に伝えなければいけないと思ったんですよ。そこから何かこう天命のような形で4年間で100カ所以上、うん、中国でもやりましたし、そして日本中各地でやりましたし、あの各地でおっぱいを母乳を噴射しながら絵を描くという不思議なアートを繰り広げまして、うん、あのこれが桃色のジャンヌ・ダルクという映画にドキュメンタリーでしていただいたんですが、うん、あのこういったアートをやってきまして、多分世界中で母乳を噴射しながら絵を描いているこの母乳アートというジャンルなんですが、やってる方って私以外に聞いたことないです。そうですね、自分もいろいろ調べたんですけど、はい、あのいらっしゃらずなかったということで、はい、唯一無二の、はい、おっぱいアーティストということで、母乳パフォーマンスをしながらのアーティストということでございます。それがあったからこそですね、こうやって、はい、出会いまして、今ラジオでご一緒しているということでございまして、はい、そのつながりからまた新しい世界ということで、映画の方、レナさん作られておりましてですね、第2コーナー第3コーナーでその映画のお話もしたいなと思うんですが、レナさん、実はこの芸術活動も、はい、深くなされていて、あの名門東京大、東京のですね、東京芸大に、はい、あの入られまして、であのアート活動をなされる中で、母乳アートまで行ったということなんですけども、はい、あのもうずっとアートの世界でいるということで、このおっぱいをこう使って、まあ、アートをしていたんですけどもね、あのどういった何ていうんですか、こう気持ちがあったというか、もう一度ちょっとお話しいただきたいなと思うんですけどね。はい、はい、あの母乳を噴射しながら絵を描くと、うん、最初はこの人は何だろうっていう形で、うん、周りの人たちがみんなギョッとするんですけども、はい、私の願いとしてはみんな地球の一部なんだよと、一人一人いろんな問題を抱えてたとしても、所属するあの団体が違うとか国が違うとか宗教が違うとかあってもみんな地球の一つなんだよっていう思いで、あのこう雨を降らせるようなイメージなんですよね。で、東南アジアの方では土を掘って井戸を得るときに最初に母乳を噴射するという風習があると聞いたことがあって、で自分としてはそういった儀式のようなイメージでやってきてました。で、これ映画になった時にね、あの桃色のジャンヌ・ダルクを東京のユーロスペースで最初上映した時に、この中で私のおっぱい浴びたことある人って言ったらね、130人ぐらいいたんだけど、70% ぐらいの人が手を挙げてくれて、すごいですね、なんかみんな子供みたいな気がしてくるんですよ。老若男女、あのいろんな方がこうアートを体験してくださった方一人一人幸せであってほしいなと思って今も関わり続けてるんですが、本当におっぱいというものに関してですね、自分も本当にあの深く引き寄せられておっぱい展というものをやってますけど、本当に もう日本語おかしいですけどね、若くても老いても男性でも女性でも関係ない、最初にですね、人間が生まれて動物がそうなんですけど、おっぱいを最初にこう得るというところからもそのおっぱいアート、進めていきたいなと私も思っております。第1コーナーですね、これで終了でございますが、第2コーナーからもレナさんとは何者なのかというものを含めてですね、お話していきたいと思いますので、皆さん第2コーナーからもよろしくお願いいたします。はい、あっという間だね。あっという間ですよ。そのさっき言ってた、はい、次のコーナーので、はい、そのおっぱいアートが批判されたりとかした、はい、うん、国政での話はしていいのかな、しない方がいい。どっちですか、あの選挙で。いや、もう全然大丈夫です。じゃあ、持っちゃいましょう、はい。それで批判された話と、その、差別のような、はい、そのおっぱい出した人にも人権あるんだっていうこととか。そうですね。それちょっとだけ言いますか。はい。で、その後ですね、曲を。その曲、じゃあ、おっぱい。
曲を準備するの でちょっと第曲が入ってからスタート。そうです。ただ第二コーナーはですね、1曲目流しながらちょっと告知を入れなきゃいけないの で、okay、 その後にあのお話つなげていきましょうね。大丈夫ですか。結構本当にあれなんですよ、時間過ぎるの早いですよ。じゃあコーナー名のインサル、ただもう始まってしまえば自由なので、はい、お好きなものをどんどん配信していきましょう。第2コーナーからはまず妹 の、 あの曲からですが、ちょっとスタートさせて入れていくので、はい、お時間ですね、10時と17分ということでございまして、第2コーナースタートでございますが、第2コーナーからも皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここでですね、はい、交通安全クイズのお知らせ、いきなり行きたいと思うのでございますけれどもね、よろしくお願いいたします。年末年始交通安全県民運動の実施にあたりましてですね、今年も交通安全クイズを実施いたしますよ。クイズの出題は12月21日水曜日から、27日火曜日の1週間ですね、行われます。1日1問、朝昼夜の3回クイズを出題いたしますよ。回答用紙は FM 読谷各自治会ですね、そして嘉手納警察署にて配布いたします。回答用紙はお一人1枚とさせていただきますのでご了承ください。すべてのクイズ出題後、 FM 読谷に設置された投函箱に30日金曜日夕方6時までに投函してくださいね。全問正解者には抽選で豪華景品をプレゼントいたしますよ。クイズの回答と抽選の発表は年明け1月3日火曜日ですね、この FM 読谷の新春特番内にですね、発表するということでございますので、お楽しみいただきたいということでございます。皆様で交通安全クイズに挑戦してですね、交通安全について深く考えながらまた楽しみましょうということで、素敵なイベントのご紹介でございました。はい、ということでございまして、レナさん、よろしくお願いいたします。まあ本当に幸せ年の瀬ですね、年末年始と、急がれる方が多いので事故も多いと思いますが、皆様安全のためにですね、ゆとりを持って運転をしていただきたいということで、告知でございました。これからまたレナさんタイムということでございまして、お話一つ一つしていきたいなと思うんですが、冒頭でお話ししましたおっぱい展について、それからですね、その流れでおっぱいについて、まあ、お話しする中でですね、やっぱりいろんな、壁やですね、試練を乗り越えてきてるんじゃないかということで、そのお話をしていただきたいと思いますよ。はい、あのですね、その4年間、はい、ニューアートをやってきて、この過激なところがありつつも、いつも平和を訴える変な人ということで、アーティストとしてそれなりに活動してたんですよね、はい、そしたらですね、私ジャーナリストもやりながらいろいろやってる間にですね、今年の夏に国政選挙に、実は立候補した経緯がありまして、その時ものすごくバッシングって言っちゃいけない、ご批判をいただいたんですよ、はい、そうですね、で、あの特にいろいろな批判いただいたんですが、こうエロスをテーマにしておっぱいを出してたよっていうことで、とてもあのなかなか多くの、方にご理解いただけなくて、どうしてそういったあのおっぱいを出したような人が公職を目指すのかということでご批判をいただきました、うん、その時に感じたこと、どこで伝えていいか分からなくて、今回あのおっぱい展を、作っておられる山猫さんのこの番組でその内容を伝えたいなと思うんですけれども、うん、おっぱいを出した人が公職についてもいいと思うんですよ。はい、私もあの同感でございますね。はい、はい、で
あの私はアートとしてやっていたことなんですけれども、例えばその貧困の背景がありながらご自身で望まれないけれども、いろいろな仕事をされている方、おっぱいを出しながら仕事をされている方も世の中にはたくさんいらっしゃいます。こういった方がじゃあ次の仕事をやるときにこう選べない仕事が出てくるのという問題にもなってくると思うんです。なので、私はこうすごくね、日本中からご批判をいただいて、各県の何かこう議会にも増山玲奈を下ろした方がいいというような意見書が届いたりね、大変だったんですよ。でもなんとかそこも踏ん張りながら、結果的には東京選挙区で、ちょっと10万票弱集めて、落選だったんですけれども、全ての方々が尊重されるような社会を作っていくために作品を作ったり、いろんな形で発信を続けていきたいなと思っています。山猫さんはおっぱい展やられる中で、これは表現じゃなくてエロスじゃないかとか、そういった批判を受けることってありますか？そうですね、自分もよくこうおっぱいおっぱいしてるんで、いろんなこと言われますよ。ただのおっぱい好きじゃないかとか、エロスじゃないかって言われてるんですけど、自分にとって言えばもちろんですと、上等ですっていう感じですよ。はい、おっぱいが好きじゃなかったら撮りませんし、はい、そのおっぱいが見たくなかったら見ませんしね、はい、写真そしてアートを使ってそれを表現している、自分ですので、何を言われても自分が好きでやってることなので何の問題もないんですけども、やはりその世の中がなんていうんですかね、綺麗な目でというかですね、こう優しい目で見てるかどうかについては結構考えさせられる部分もありますね。スポンサーについてもそうなんですよね、おっぱいじゃなかったら力さんとても応援してるんで、スポンサーになりますよと、言ったりしていただける方もいるんですけどもね、まあ、今回はおっぱいが好きでおっぱい取ってるのでおっぱいスポンサーを募集してるというすごい、ね、そういう始まってからおっぱいもう何回行ったのかっていうね、堂々と言ってるわけでございますが、はい、やっぱり男性がやってると女性がやってると違いましてですね、レナさんの場合は、自分を使ってやられてるんで、余計にですかいろんなお声をいただくことがあって、